クレストフスキー・スタジアム、ロシア語は、ロシアのレニングラード州サンクトペテルブルクのクレストフスキー島に所在するサッカー専用スタジアム。会場が当初の予定より大幅に遅れており、2017年に完成。サンクトペテルブルクを本拠地とするサッカークラブ FC ゼニトサンクトペテルブルクがホームスタジアムとしてきたペトロフスキー・スタジアムに代わる新スタジアムとして、 1992年まで存在したキーロフスタジアムの跡地に建設されることとなり、設計は日本の建築家である黒川紀章が担当している。外観は黒川が設計したトヨタスタジアムとそっくりで、スタンド規模はこちらの方が一回り大きい。なお、黒川は2007年10月に亡くなっており、彼の遺作とも言える。建設中の2009年、 スタジアム名称を FC ゼニトのメインスポンサーであるガスプロムの名を冠したガスプロムアリーナとすることを発表した。なお、建設資金も大半がガスプロムの出資によるものとなった。スタジアムの完成は当初2008年に予定されていたが工事は遅延。2017年2月にようやく完成式が行われた。しかしながら完成後も多数の労働者が出入りしており、 仕上げ作業は続いた。本スタジアムでは2017年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ、2018年のサッカーワールドカップロシア大会で使用されたほか、2021年の UEFA ユーロ2020でも会場の一つとして使用され、大会期間中はサンクトペテルブルクスタジアムと呼ばれる。また、2019年9月に UEFA チャンピオンズリーグ2020から21の決勝戦開催地に選ばれたが新型コロナウイルスの影響で UEFA チャンピオンズリーグ2021から22の決勝戦開催地に変更となった。ありがとうございます。